ずはエンジン、今日は岡が声出しでした。さあオリックスは3連戦3連勝を目指してという一戦でした。まずは立ち上がり、今日は井口監督は3戦目に背番号46番岩下を投入しました。本当に素晴らしいピッチングでしたね。いや素晴らしかったですよね、まあ、初回からもどんどん飛ばしていってましたし、気持ちも相当前に出しましたからね、そうですよね。気迫のこもったピッチング、見事初回3人で打ち取ったという立ち上がりです。一方のオリックス先発はサスポーの田島です。初回ランナー1人許しましたが、レアードセンター後方大きな当たりでしたが、福田がここは好プレーでした。よく取りました。先制は許さなかったという田島の立ち上がりでした。そしてゲームは3回です。3回のピッチング、まあ本当に安定したピッチング、まっすぐの力も素晴らしいものがありましたね。そうですね、まあ、真っすぐもそうですし、まあ、フォークボールですよね、まあ、この辺のコントロールキレっていうのは抜群でしたよね。大谷に対しては外低めいっぱい、素晴らしい躍動感でした。そしてゲームは3回の裏です。ワンアウトランナー2塁、岡をセカンドランナーに置いてしぶとくセンターに持っていきました。リーグトップ今シーズン146本目のヒットはベテラン大木の勝ちの先制タイムリーヒットでした。今日もロッテが先制します。そしてゲームは5回です。勝ち投手の権利を得るための岩下のピッチングです。2ヶ月半ぶりの勝利へ向けてのピッチングです。ここもランナー許しますが、紅林をフォーク連投で空振り三振。そして T 岡田はセカンドゴロでした。がっちりさばいたキャプテン中村翔吾、5回無失点でガッツポーズという岩下のピッチングです。そしてゲームは6回です。1点を追っていくオリックス、ここで矢田さん、オリックスにミスがありました。まあそうですよね、まあ、こういったミスでこう流れが変わるかなっていうところはありますけどもね。さらに胸フォークボール空振り三振。そして今日スタメンに入った小田バッターボックス、ここも追い込んでからフォーク連投連続三振でした。超えた岩下でした。6回無失点という内容でした。田島岩下の投げ合い、ゲームは6回裏、ピンチを迎えましたが、エチェバリはピッチャーゴロでした。まあ、田島投手も良、ね、かったですよね、本当にこう交換フェイスでありますけどもね、はい、まあ、要所要所でこう気持ちが前に出てる姿もありましたしね。そして先に動いたのは井口監督、継投策、国吉を7回のマウンドでした。大きな当たりではありましたが、もやセンターフライです。岩下6回無失点、球数90球で切り替えたという井口監督の判断です。後続を見事に立って国吉が7回1イニング1失点という内容です。まあ、この継投策がどう出るか注目されましたよね。まあでもね、やっぱりその監督がその後ろの3人をね、引き切ってこう変えていったと思いますから、その中で8回佐々木千早から太田、捉えた瞬間確信しました。8回にオリックスが1対1同点に追いつきます。太田亮の今シーズン第3号は貴重な同点ソロホームランでした。初球のスライダーですね、まあ、肩口からこう入ってくるスライダーですよね、そして代打登場の吉田正尚はレフトへのフライでした。1対1同点、頭を最後抱えました。大きな当たりではありましたけれども、リードは許さなかった佐々木千早です。そして8回のマウンドにも田島が上がります。ツーアウトランナー二塁から一塁からエチェバリア三遊間、このプレー後藤俊太がこぼして、それを見て中村翔がホームに帰ってきて、8回の裏ツーアウトからロッテが前に出ます。まあ、ここからは流れはロッテの流れに見えましたよね。そうですね、まあ、ミスも重なったというところもありましたしね、そしてこの藤岡にもタイムリットが出ます。内藤の右がホームに帰ってきて3対1、前に出た井口ロッテ 2点のリードを奪います。そしてゲームはついに最終回の攻防です。ロッテは守護神増田がマウンドに上がります。ノーアウトランナー1塁から4番の杉本を超えました。見逃しの三振、さらにこのショートの超ファインプレー、いやここはビッグプレーが出ましたね。素晴らしかったですよね、これでツーアウトランナー1塁、今のファインプレーで決まったかなと思いましたけどもね、その後紅林が続いて3塁1塁、 T 岡田
シンカーを捉えての逆転スリーランでした。後がなくなった中島オリックス、9回ツーアウトからの逆転劇でした。いや、矢端さん、こんなことがあるのかというようなホームランでした。ツーアウトでしたからね、まあ、最後の一人までやっぱり分かんないですよね。そして追っていく形になったロッテ、ワンアウトから代打登場、佐藤俊也は積極果敢に二塁へ向かっていきましたが、タッチアウトでした。そして最後荻野がセンターフライ、千葉のその空から打球を落ちてきてゲームセット。千葉ロッテマリーンズ、またもマジック点灯はお預けということになりました。 T 岡田の逆転スリーラン、見事中島オリックスがこの3連戦3連勝ということになりました。